お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのローキ削りデッキやっていきます。もう守ってローキで削っていくだけなんですけど、あの皆さんよければもう少しでチャンネル登録なんと15万人いきますので、よろしくお願いします。チャンネル登録してください。やっていきます。でちょっと前ね、槍ゴブリンの方とかもあったんですよ。LSP か LSP の枠が槍ゴブで使われてた時もあったり、まあダックプリがね最初はバルキリーだったりとかあったんですけど、まあ今はこのスケ LSP のね、まあより回転が速くなって、まあダックプリでね、防衛力も高いよねっていうこのデッキがね、まあまあ使われてますね。マルチ上位もですし、あと大会とかでもちらほら使われるくらい安定してね強いデッキだと思います。さあ LSP もねつけていって感電でダメージをね稼いでいきます。で、バルキリーメガゴか。これまたちょっとわかんないですね。で、ディガーもあったな。バルキリーメガゴディガー。バルーンかなーって感じなんですけど、あんまロケとか使いたくないっすよね。バルーンとかに。まあ、最後はね、攻めロケやるんですけど、今は結構、困りますよね。さあ、多分、いや、バルーンなのか？いや、ちょっとわかんないですね。マジでわかんねえ。さあ、LSP とかで、うまいっすね。ちょっと好きでね。あんまり切り痛いんでね。ファイスピも痛いんですけど、これロケ打っちゃう？ヤンキーかな？いや、ロケ打つのは、ちょっとヤンキーだと思ったんでね。ロケ打たずに、おとなしく行こうと思うんですけど、トルネとかがあんのかな？これもしかして。これではないのか。さあ、なんか同じ同じようなデッキだな。なんだこれ、バルキリーメガゴ。テスラ置いたらロケ来るとか、そういうロケじゃない、バルーン来るとか、そういうオチじゃないのか。さあ拾えない。まあ、ですがここは俺も攻めていいサイクルだな。でレスピ添えてダメージで、キング起動はあんまやっぱされたくないので、単体の LSP とかはね、できるだけ控えていきたいよね。いや、バルーンじゃないのかこれ。何なんだマジで。マジでわかんない。本当にわかんないっすよね。ファイスピが痛いよね。いや、マジなんないの。やばい。同じような、すごい変な試合してるんだけどさ、今んとこ。まあ、ロッキーあるからね、俺は最悪。最悪ロケあるんだけど、でディガーちょっと拾うのが難しそうだな。相手も多分ディガーっすね。もうお互いディガー削り対決なので、ちょっとロケ打っていきたいっすね。僕ロケ打っていいな、当たるんじゃない。バルキリーにも当たってほしいな、贅沢言うと。でテスラ置いて、これディガーもファイスピン両方いけるっすね。さあこの瞬間に攻めてあげるとすげえ。こんなことある？お互いディガー削りっていう。さあ、あれはもうロケ圏内なので、さあ、グッドゲームというわけで、俺は一体何に怯えてたんだ？なんかバルーンとかすごいありそうな香りがしてたんですけど、さあ、ディガー削り対決はもちろんね、ロケットの方が優秀です。まあ、クエイクとかも強いですよね。まあ、このデッキは本当に守るデッキなので、もう守ってディガーで削るだけなので、まあ、どれだけしっかり守れるかっていうのが重要になってくるっすね。で、ディガー削り対決とかだったら、まあ、ディガーどれだけ拾えるかとか、まあ、ファイスピのダメージを抑えれるかとか、まあ、その辺が大事かなと思います。さあ、ゴーストですね。まあ、ペッカーとかかな。これ、端前マジで来るんすよね、基本。そうなんですよね。でも当たんないんですよ、うちのデリ。いや、もったいね。ね。さあさあさあ、で、ペッカは、まあ、マジアチャだけね、ちょっと気をつけていきたいね、ぐらいかな。よいしょ。マジアチャだけね。痛えよー、痛すぎるぜー。あとは、ゴーストとかの受けもね、地味にね、大変だったりします。さあ、エレキで拾われる。どうしようかな、結構暇になるっすよね。いや、もう本当に気合で守るとしか言えようがないっすよね。そうそうそう。さあ、テスラ置きます。で、タルババだったな。ペッカじゃないのかな、マジアチャゴーストで言うので、タルだったので、ペッカじゃないかもっすね。もしかしたら、こう、神器デッキと呼ばれる、まあ、陸でプレッシャー与えるデッキ
まあだからもしかしたらあとムートとか、エリーババとかがある可能性もまあないこともないよねっていう。うん。さあ。いや、この樽いてえよな。D が削ります。まあ、マジアチャーは来ましたね。まあ、デリウッドでやれます。さあ、自然とカウンターもなる。さあ、LSP スケで、ここは止まると。おお、相手がムートを攻めに使ったことによって、うちのダークプリ君が走っていきましたね。まあ、ダークプリはね、そういったメリットもあるよね。このダークプリだけで一応、プレッシャーにもなるから、まあ、ラッキーパンチが入ったね。で、僕は同サイドと逆サイド、どっちがいいだろうな。まあ、悩みますね、非常に。いや、入らんのかい。入ってほしかったな。もうローキー削りしたいけどな、正直。もうローキーで削りたくて削りたくて仕方がねえんだ。さあ、マジアチャー。一発だけね。いや、3発ぐらい入っとるやないかい。さあ、痛い。まあ、さすがにこっちか。で、ローキーはね、相手のユニット巻き込みたいよなーっていう。思いがあるよね。あれロキ打ってよかったっすね。間違いなく。暇になるんでね、どうせ。いや、あれも打っちゃうか。これ、僕、左攻めたいんですけど、まあ、ムートって結構事故を起こしてくる厄介なカードになってくるから、今みたいに打ってもよかったと思うね。さあ。で、デリとウッドでね、やれます。やべ。ちょっと痛い。さあ、低めテスラ。テスラマジ強えんでね。よいしょ。耐えます。痛いけど、もう我慢ですね。ダメージ言うてこれでトントンぐらいですからね。いや、いいね。4つのタワーが一緒ぐらいだ。まあ、最後ロケあるから、まあ、マジアチャとかムートとか気をつけていきたいよね。残せそうだったら残したかったけど残せないな。いや、残った。ウッドで削る。これちょっと面倒そうなんでロケ打っちゃおうかな。もったいないけどね、正直。まあまあ、イモります。めっちゃイモります。今からあれデリー落としたいですね、僕は。さあ、ダークプリ合わせて、あ、もうデリウッドでやれちゃうからな。で、ディガーでね、削っていきます。結局、ディガーどれだけ削れるかみたいなとこあるんでね。さあ、で、デリウッド。で、テスラも置いときたいっすね。ちょっと安心安全。あ、ムートにでも攻撃されるのはよくね。さあ、で、延命できそうだったらして、防衛ディガーも使ってあげてね。まあ、あれぐらい許してあげて。ロケ打っていきます。耐える。もう耐えるしかできない。耐える。ロケ打ちたいな。さあ、耐えます。耐えてロケで最後に勝つっていう、このねでも、ロケ強いね。危ないね。なんかね、マジアチャとかがちょっと厄介になってきて言うのが、もうゴーストとかって大変ですけど、あの、ディガーもしっかりボイル使えば意外と耐えれるものなので、まあ、もう、気合で死ぬ気で耐えてください。さあ、ナイスアウ。守ってしまえばね、僕は最後ロケット打てますから、もう守れるかどうか。で、一応その守ってる時に、なんかね、ちょっと余裕があるなというか、いけるんじゃねって思えば、もう思わなくてもなんですけど、ディガーを飛ばしてください。ディガー飛ばせばね、結局、相手もそっちに対応するから、僕の防衛もね、楽になるんですよね、それで。ちょっと怖いかもしれないけど、やっぱディガーを飛ばしてね。よいしょ、少しずつ良くしたいっすね、流れを。さあ、プリンス、縦線だったな。アウプリっすね。珍しいアウプリだ。ああ、珍しくもねえか。縦線型でしたね。言うの。まあ、端前プリンゲーですかね。まあ、デリウッドあるんで、アウトローとか、まあ、バレルは別に怖くないんですけど、僕の怖いのは、端前プリンっすね。あれがマジ強すぎるんで、
ハッシュマイプリンにウッド咲いて、そしたらゴブリンバレル来てみたいな、こういろいろ大変になってくるんで、まあ、ハッシュプリだけねちょっと気をつけてね、これも打っちゃいます、めんどいんでね。若いよ反応が。デリバリーは若ければ使えますで僕はもう結構使えないぐらいの領域にいます、際どいです。ロケ打ちてえな。いやこれ多分序盤のロケが唯一の負け筋なんですよ僕。これバカモン、これやばいっす。あれそんなバカな、うちのLSPが。まあプリンですね、マジプリンのダメージ以外入らないと思ってもいいですね。あとロケ削りお互いロケあるからっていう、嫌ですよね、まあ、読みウッド的な。ファイボでしたね、あれ珍しい。あプリンでファイボ、これはまた話が変わってくるぞ。ロケ削りが成立する。あんなもんこの辺置いちゃってね。よいしょ。さあロケ、ファイボっていうのがかかったので、相手がロケ削りないんでね。これ、それだけで一気に話が変わりますよね。相手ももう、暇ファイボがゴリゴリ飛んできてる。さあ。いやー、それはちょっと嫌だな。あ、でもディーガーがあっち殴ってる天才君。ち、暇なんでね。これカードサイクル意外と結構詰むので、攻め打ったとかしないといけなくなっちゃうから。さあ、で、できるだけ低コストで回したいっすね、僕は。1コス系で。よいしょ。で、あとは、まあ、ロケですかね。一回今、ロケ打ったサイクルなんで、一回流して、もう一回イモリ見えね。あれ打っとってもいいと思うんだけど、まあ、デリで回収しますか。テスラがファイボに当たってるの良くないっすね。さあ、ロケ。ロケ。プリンスがこの辺に来ます。おーい、ケツから来んのかよ。マジかよ。まあ、これ、ハッシュマイプリン最悪受けてもいいな。いや、デリバリーつい。で、LSP スケですね。で、低コストで回して、余裕がありそうだったら、ディガー飛ばしていきます。で、これ、ディガーがちょっとでも入れば、ロケが538。いやー、538とウッドで落ちないっすね。あれは間違いなく。で、僕の負け数字はやっぱ、ハッシュマイプリンなんでね。おっきいっすね。どっからどう見てもおっきいっすよね。うん。で、縦線がいるんでね。そうなんです。縦線入れると D が飛ばしても意味ないんでね。拾われていく。ウッドで削ります。若ければ間に合います。いや、若いね、俺も。本当か？さあ、D がロケ、ウッドでグッドゲームかなと。これ相手がロケだったら、また分かんなかったですね。ロケ削り、うまいことされて、ハシマイプリンも警戒しないといけなくてって大変なんですけど、やっぱ相手がファイボだと結局削りせいなね、ロケが優秀ですよ。そう、GG です。さあ、よろしく。いや、いいですよ、非常に。まあ、ラバとかだったら、まあ、体格がまじテスラ、ロケ、デリーしかないっていうか、まあ、あるので、意外とでもそこが。まあ、なんて言うんですか、テスラでラバとかして、パピーはね、デリバリー。で、あと一応ロケもあるから、まあ、戦えないことは全然ないですよね、ラバ相手にも。よいしょ。まあ、本当になんか安定で全てに戦える、そう、極めてしまえば全てに勝つことができるんじゃないかっていうような、まあ安牌デッキですね。相手はラムジンギですね、まあ、ラムジンギ、まあ、マジアチャですね。結局はこのデッキの弱点は、まあ、マジアチャであったり、やべえ、このウッド相手のタワーに入らん、バカや、持ってねえ、この105で泣く、あのなんだっけ、何を言ってたんだ俺、忘れちもった、すまねえ、うん、いやマジ忘れた、何に話してたんや、まあ、守ればいいっすね。サランバジャック、マジ、あ、そうっすね、マジアチャとかホバリングとか、まあ、あの辺ですね。まあ、それかもちょっとだけ嫌ぐらいだけど、マジアチャホバだけね、僕の天敵です。
いや、痛い。痛すぎる。許せない。いや、これ入るよ。トゥン。いや、だよね。俺のね、ダックプリ入るんだよね。これ延命したいな。延命したかったな。さあ、で、これはロケです。今ないんでね。さあ、で、耐えると。で、フリーズとかもないです。ファイボタルババのラムジンギデッキですね。で、ゴースト型だったよな。あれ？アイゴレ型か？最近ゴースト型のね、このラムジンギがすごい流行ってるんですよ。どっちでしょうか。これでも意外と俺、鉄壁だからな。勝てそうだけどな、正直。テスラ置いて。まあ、マジアチャスね。これ確定マジアチャ来るんで、もう端前にあれ出してもいいですね。デリ。あ、来なかった。ごめんなさい。いや、デリ意外と遠い。遠い。範囲が広いからな。いや、優秀。優秀。やばい。あぶねえ。なんか、レイジかかってる言うの結構。え？ってか、なんで？待って。俺、守ってただけですよ。僕、守ってただけなのに、相手のターンはバカ削れてるんですよ。ダクプリか？守ったダクプリが、勝手にタワーに入ってる説あるっすね。いや、これ、ラッキーだな。マジで、相手がね、ちゃんと守れば、僕の削れはマジでディガートロケだけなんですけど、まあ、逆に相手からしたらね、一回ちょっと無視して、攻めを完全に決めたいみたいなところがあると思うんですけど、僕はデリウッド、スケ・エレスピ、テスラ、そう簡単には突破できませんよ。さあ、ありがとうございます。いや、もう本当に守れれば勝てるんでね、もう守ります。防衛ね、練習したい方、使ってください。ウッドで削っていきます。ゴースト、いや、また人技かな。いや、ゴーストというのはね、強いんですよ。ここもカホしていいっすね。最近ゴーストというのをマジで普通に強いんだよな。なんかどのデッキにもドリルとかにもね、とりあえず入ってきたり。ゴーストというのはちょっと強いんだよね。あのマジちゃんバカだろ絶対。さあ、これ美味しい。で、ユーノがここに行きます。ユーノの突進をダックペイじゃなくてディガーに行かせます。そうすると相手もう一枚裂かないといけないんでね。まあ、攻めとしてもよかったですけどね。さあ、ペッコーです。ペッコー、ウッドで剥がしてザップ使ったんですけどいいですね。まあ、エレスピでもいいけど。僕のマックスじゃ、まあ、マジアチャですね。まあ、マジアチャ以外のダメージはいけないと言ってもいいっすね。マジアチャなぁ。まあ、デリウッドで回収が理想ですね。いや、ロケ打ちて、もうロケノーになってる。あ、ロケ打ちて、打ちて、打つよ。ケツペッカかなぁ。まあ、ケツペッカで形組んで良妻かな。まあそこを耐えれるかどうかっすね。で、テスラ置くと結局マジアチャぶち抜かれちゃうんで、まあテスラ置いてマジアチャ誘ってディガーでマジアチャぶっ潰すがパターン A ですね。まあパターン B もないんですけど、正直。さあ、で、そこさえぶっ潰せるとまた話が変わってね。やべえ、これダックプリントバイツ。やべえ、おバカーバカー。スケの位置が良くなかったですかね、今のは。ね、テスラ側に置いとけば、テスラ側にね、言うのがもうちょっと歩いてて、テスラに行ってたと思うので、まあ、せめてザップぐらい使わせられたかなっていう。さあ、もうディガーこれ。ゴーストにね、透明のゴーストに拾われるのはあかん。さあ、テスラ置いて、ウッドで削って、透明化と言ってもらって。さあ、まあ、マジアチャ今回相手はまだ出しにくいと思うんでね、さっきので。もうロケ打っちゃおう。よいしょ。さあ。いや、なんかちょっと一瞬ね、なんかリードされてたのを今ので巻き返した気がします。さあ、テスラ置きまーす。まあ、守ってしまえばですよ、本当に。さあ、逆サイド、工場が来てます。さあ、相手はマジアチをね、どこに出すんでしょうか。打っちゃおうかな。いや、ロケそんな雑に使うって感じなんですけど、まあ、意外と使っていいよな。よいしょ。さあ、耐えて、
いや、この言うのちょっとやばいね。いや、いらんかったな、これ。間違っちゃう？一個下げれば届かないでしょ。いや、届くんかい。いや、強い。強い。やばいね。ロケ、雑かもね。ちょっと一回落ち着いてね。ペッカに打ちます。ロケ雑かもとか言っといて、ペッカに打つんかい。言うと、本当に。全然雑やないかい。言うて、余裕で。ね。バカやろ、俺、マジ。さあ、マジエッチャがね。マジエッチャ来んのへんけど、全然。マジかよ。マジエッチャって出してくれんくなっちゃった。そんなことある。さあ、耐えれますね。耐えてしまえばもうこっちでもやね。ゴリゴリいきます。ゴリゴリゴリラ。いけ、ゴリゴリゴリラ。ゴリゴリゴリゴリ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 。そう。相手はもう焦ってね。端前でね、行くしかなくなってきてるんでね。これなら美味しく回収してあげてね。美味しく回収。あれ、俺の美味しく回収、美味しくされるパターンはもしかして。相手はマジやっちゃね。相手はマジやっちゃさえやれば。よいしょ。さあ、やべえ。テスラとか置いてる場合じゃねえ。あ、でもこれ。勝った。リカで。うい、うい、耐えたー、耐えた、耐えた。でかいね。最後あれ、テスラを置かずに、ロケからのスケールスピュット系で耐えるのが多分一番理想でしたね。じゃないとなんかスペルたまたまあったら負けてましたが。さあ、ナイスバボー。はい、今日は、まあ、このね、もう防衛デッキですよ。ほんと超鉄壁です。相手のデッキ、ほんとにほぼ何でも守れます。っていうぐらい、世界トップでも使われるデッキで、マジで強いので、皆さん良ければこちら使ってみてください。マジ極めたら最強レベルだと思います。良ければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。